ピョートル・クロポトキン、ピョートル・アレクセービチ・クロポトキン、1842年12月9日から1921年2月8日は、ロシアの革命家、政治思想家であり、地理学者、社会学者、生物学者。著書に、パンの役種、相互扶助論などがある。プルードン、バクーニンと並んで、近代アナキズムの発展に尽くした人物であり、 学者としての長年の交渉的学術研究に基づき、当時一世を風靡した社会進化論やマルクス主義を批判し、相互浮上を中心概念に据えた無政府共産主義を唱えた。その思想は社会運動のみならず文学にも影響を与えた。その生涯は、自伝、ある革命家の思い出とナターリアマリアピルーモバのクロポト近伝ンンに詳しい。 ピョートル・アレクセイビッチ・クロポトキンは、1842年12月9日、モスクワの古い屋敷町である、スタラヤ・コニュシェンナヤで、クロポトキン公爵家の三男として生まれた。クロポトキン公爵家は、キエフ大公国の子祖、リューリクのジオヒクスモレンスク公、ドミトリー・バシーリエビッチの末裔であり、加盟は、彼の通称であるクロポトカに由来する。カルーが、リャザン及び、 田んぼ不さ県にまたがる土地を所有し、多数の濃度を有する、大地主であるとともに代々宮廷での養殖を担い、貴族、軍人、高級官僚を輩出し、父アレクセイ・ペドロビッチは、ロト戦争に参加して、聖ゲオルギー勲章を受けた軍人ではあったものの、そやで、俗物的であり子供たちや使用人たちに乱暴だった。母エカチェリーナ・ニコライブナは、 ウクライナ独立のために戦った、ウクライナコサックの血筋を引くスリー負けの令場で、彼女の父はナポレオンの侵攻の際に武勲を立てた軍人であった。ソヤな父に比して教養に通じ母は理智的であり、使用人たちや子供たちにも優しかったものの、クロポトキンが3歳の時に死亡。彼とその兄アレクセイは、家庭教師がつくまで彼女を慕う使用人たちの手によって養育された。 7歳の時に仮面舞踏会に出席し、ニコライ一世の目に留まる。この時貴族幼年学校への入学を約束されたものの年齢に達しなかったので引き続き家庭教師の教育を受けた。だがそれでも欠員がなかったためモスクワ第一、中学校で2年間を過ごし幼年学校に入学するが入学試験の際に数学の成績が芳しくなかったため入学当初は 最下位のクラスである第5組、幼年学校5クラスあり、成績順に第1組から5組まであった。からスタートした。だが幼年学校では優秀な成績を収め14歳の時にはサンクトペテルブルグのこのエレン隊に入隊するまでになり、ここで陸軍士官学校に進学するための特別な教育と訓練を受けることになる。この頃から、 農民や農村社会への関心を持ち、フランスの百科全諸派など、西欧諸国の啓蒙思想に触れることが多くなる。1862年にクロポトキンは自ら望んで、イルクーツクに赴任、軍務の傍らシベリアから、マ州ュ一帯の現地調査を行い地理学的知見を、ロシアにもたらした。一方で、ジョン・スチュアート・ミルや、アレクサンドル・ゲルゼンさらには、 ピエール・ジョゼフ・プルードンなどの著作に親しみ、無政府主義への関心を深める。1867年にクロポトキンは軍を退役、聖火からは感動される格好となるも、サンクトペテルブルグに戻って、数学を学びに、サンクトペテルブルグ大学へ入るとともに、ロシア地理学協会に入会した。フィンランドやスウェーデンに氷河期堆積物の現地調査に向かったり、 アジア方面での地理学的知見などの学問的業績を残す一方で秘密裏に活動していた革命結社に出入りする様になる。1872年にはベルギーからスイスへと外遊し、爆ニ人派の第一インターナショナルの会合にロシア無政府主義者の代表として出席した。1874年にクロポトキンは革命防儀で逮捕され、 ペトルパブロフスク要塞の牢獄に拘留される。獄中で健康を損ねたことから医療刑務所に移されるが、そこを脱獄すると、フィンランドからスウェーンノルウェーを経て、イギリスに亡命した。さらに、第一インターのつてで、スイスに移りらショーイコールドイコールフォンに居住、さらに何度も、逮捕や指名手配、投獄を繰り返しながらもヨーロッパ各地で、無性主義者としての活動を続けた。 一方、私生活では1878年に、ソフィア・ラビノビッツと結婚、一人娘を設ける。1879年には、ジュネーブで、アナキスト系の新聞、ルレボルテの創刊に関わった。2月革命を経てクロポトキンはロシアに戻り、臨時政府から、文部大臣就任を打診されるもこれを拒否。ボリシェビキによって10月革命が起きた際にはこれで、 革命が葬られたと言い,い、これを批判。ボリシェビキ流の民主集中性、集権的革命とは違う文献的、反権威主義的革命を主張し、革命が結果的に資本主義の復活へとつながることを予見していた。1921年にモスクワ近郊のドミトルフで死去。葬儀にあたっては、ポリシェビキ批判を掲げて、アナキストたちが行進し、レーニンも、 反乱や暴動を恐れてか黙認したものの以後、アナキズムは禁止され、以後60年以上にわたり、ソビエト連邦の独裁体制が続くことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。